乃木坂46の山下瑞樹が7月24日に自身のオフィシャルインスタグラムを更新した七夕飾りを背景にコンと白の清楚な浴衣姿を披露し話題を呼んでいる夏の恋って淡いですね浴衣デートを感じさせるショットこの日山下はさらば夏季日第7話今夜23時6分から放送ですと7月24日に放送された自身が 鈴木ひとしとともに W 主演を務めるドラマ「さらば、夏季日」毎週月曜夜11時6分1 1 5 5テレビ東京系を告知続けて「夏の恋って淡いですね」涙が止まらないほど人を愛せるのは幸せなことなのか苦しみがにじむ回ですなどとコメントしドラマオフショットを投稿した同ドラマは「この漫画がすごい」 2017女編にランクインしたアカネデンセイの同名漫画を原作にある地方都市に新婚夫婦として引っ越してきた兄妹と親や友達職場や近所の人々など2人を取り巻くさまざまな人間関係を描くヒューマンラブストーリーこの日投稿された 髪をアップにして、涼しげな浴衣姿の山下と神社の境内で隣を並んで歩いているような構図のショットは、淡い夏の恋を表現しているようだ。この投稿には7月25日昼12時30分の、時点で9万以上の、いいねがついている。